ライラ氏は、ジョージアのラチャレチフミ及びクベモスバネティシューザギリ地区に、ある村落、ライラシテミの中心地、ラジャヌラ川とアスキスツカリ川の流域へ向かう、南西向きの傾斜地にある。海抜は850メートル、下げりの東方およそ9キロメートルに位置する。ライラ氏は、歴史的な集落であり、紀元前18世紀から、 紀元前17世紀頃のものと推定される宝飾の銅の斧が発見されている。この斧は現在、ロシアのエルミタージェ美術館に保管されている。1912年、詩人赤木ツェレテリは、ラチャレチフミ地方を巡る旅をした。彼は7月21日に、クタイ市から旅を始め、レチフミのライラ氏が終着地となった。赤木は、ライラ氏の村で暖かく迎えられ、 尊厳をもって、もてなしを受けた。この旅は、バシル・アマシュケリ監督によって、ドキュメンタリー映画、赤キツエレテリのラチャレチフミ旅行として公開された。国勢調査による人口は、次の通り、ライラシテミの構成集落と、その1、ライラシタボリスルムシグライラシを中心ととして、ライラシテミと呼ばれる共同体を構成している。ライラシテミを構成する集落は、 次の四村である、ライラシタボリスルムシグ、ありがとうございます。